さあではまず金田さんから順にご挨拶をお願いいたしますはい、えー、まさかこの5月の4日ってのはいつも憧れの日だったんですけどこうやってこう皆さんの前で、えー、会えることこれが今本当に幸せな気持ちでいっぱいですどうぞよろしくお願いしますありがとうございますそして森川さんお願いしますはいフォ、えー、ースとともにあれ とということでで、えー、オビビンケノービー役の森川敏之です、えーまあ、1年ぶり、えー、昨年もですね5月4日の「えー、スター・ウォーズ」の日に、えー、イベントをね、えー、やってこう登壇させていただいたんですけども、えー、またこの日がやってきたかと思うと、えー、感無量でございます、えー、本日はね短い時間ですけれども皆さんと一緒に楽しんでいければと思いますよろしくお願いししますよろしくお願いいたします。 もう森川さんのスタあのライトセーバーはもう持っててももう自然になりましたねこのイベント会場で <laughs> ま,また言いますかこれ <laughs> 私物なんでね <laughs> 私物なんで <laughs>、ね、<laughs> 各国の空港のねあのー、厳しさをパスして、はい、機内持ち込みが許されているねライトセーバーでございます,すよろしくお願いいたします,、はい、しますさあでは、えー、ここからですねマスコミの皆様お願いございます、えー、フラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください後ほどフォトセッションのお時間、えー、設けておりますのでご協力の方よろしくお願いいたします。 さあでは早速いろいろお話を伺っていきたいと思いますけど、まあ、本日5月4日この「スター・ウォーズ」の日ですお二人はですね長年にわたってスター・ウォーズ携わってらっしゃるわけなんですけどもうこれなんか一言で言ってくださいっていうの難しいんですけどずばりお二人にとって「スター・ウォーズ」はどんな作品ですか森川さんどうですかどんな作品か <laughs> お二人にとってどんなああどんな作品かっていうともうなんかライフワークというか、うん もうねえー、とファンから皆さんとともにこうファンから始まって気づいたら帯わんやってるっていうそれすごいですねすごいファンだって見る側だったのに気づいたら帯わんになってたってだからそういう意味では本当に暗黒面に落ちずに <laughs> <laughs> 本当に頑張ってきた甲斐があったなっていうふうに思います。がいす、はい、金田さんいかがですかで いや僕もあの森川さんおっしゃったようにね本当に今、ライフワークだって20年やってますからねライフワークみたいなもんですよ、本当にそれと一緒にやっぱりスクリーンを映画を見たときにあすごい映画だなこんなのに携わることができたら幸せだろうななんて思ってたらば突然、2002年ぐらいのお話いただいてえ20年間もうずっとこれをやらせていただいているっていうもう全くその 感じですね、僕も暗黒面には落ちてませんので本 <laughs>、ね、本当ですか本当でですすか <laughs> お二人ともずっとこう、ね、<laughs> ライトサイドにいていただいてありがとうというところですけど、はい、そしてですね今回も今後ろにねこのスクリーンにこの、ね「この Return of Jedi」「ジェダイの期間」が40周年ということなんですけどまずはここのお話からいってみたいと思いますタイトルの変更についてです。 これあのー、40年前日本でのですねエピソード6公開された時のタイトルは、はい、現在のこのジェダイの帰還ではなくてジェダイの復讐だったんですね。それですね。そうなんですよ。我々世代的にはねもう時代の復讐だと。そうなんですよ。とね。でもそれですり,り込まれてますからね。分かっててもやっぱりジェダイの復讐ってちょっとあの、ねあのー、言ってしまうところがあるんです。これアメリカではですね公開直前に Revenge of the Jedi から Return of the Jedi に 変更されたんですね日本ではそのまま変わらず公開されたんですけどこれお二人は当時のことを覚えてらっしゃいますかいや僕はもう、ええ、全然その変わったっていうのは覚えてらっしゃいす40年前ですよねそうです40年前、まあ、おいくつでした ?16 歳なんで <laughs> ちょうど高校生ぐらい、ええ、高校生で、ね、あのー、ええ 見に行ってたんで、映画館に行ってましたか、気づきませんでしたね、これ今、ちょうど当時のポスター出てるんですよ、これ見ていただくと、わって、より思い出すと思いますけどね、おスター・ウォーズシリーズ第3弾、完結編って書いてありますよ、すごいですね、この当時は、この時の構想では、もうここで終わるって、当時、見に行った人、手あげて、おね。仲間だ。ね いやでもこの40年間の間にファミリーが増えてますからもちろん若い世代の皆さんは当時、見に行けなかったと思うんですけど生まれてないって方も多いと思いますけどね、はい、いやいやこれ確かこれ、チラシもありましたよね。ありました で僕らの世代は映画のチラシっていうのは結構、ね、こうこコレクションするというか集集集めめめ、ま、めてて、ね、てまま、ね、ましししたたたねね、えー、僕はあの日本僕あの、生まれが日本ではないので日本に来日して初めて見た「スター・ウォーズ」がこの「j e d a の復讐だったんですけどあの渋谷の映画館にこのポスターというかちょうどこう作ってる時見に行きましたもん<ー>小学生でしたけどね<ー>、えー、今でもあの日のことのように覚えてますけど。<お>はい、すごいねえ 金田さんはいかかがですか僕はね、ええ、あの今の方々と一緒でリアルタイムにもちろん見てるんですけれどただこ,のこれだけはあの今では定かでないんですよ劇場で見たかどうかっていうのは40年前、うんはい、ちょうど子供が生まれた年なんで確か要するに子育てであの家内と2人で必ず見るようにしてたのを。はいええ 諦めたかもしくはうちの親に預けて見たかがちょっと定かじゃないですけどでもとにかく全部見てます、うん、それそのタイトルはね「なんとか」っていうサブタイトル全然意識なかった当時は当時はもうエピ「スター・ウォーズ」っていうのは「おやる」で実はだけどこれは1から6まである話の4だって言ったら「なんじゃこれ」途中から始まってるっていうでこれが56いって20世紀の終わりぐらいに 何か、えー、と全部が6まで終わったらそんなの嘘でしょっていうかその実感としてはしかも4から始まるっていうのが自分の中で全く整理がつかなくてっていうのをすすごく覚えてますとにかく今までの映画史上にないことだらけでしたよね「スター・ウォーズの、ね」の、ね、歴史を振り返るとこれ今、ね、あの当時のポスターを見てこのポスターを今でも持ってるって方いらっしゃいますかわすごいすごい, <laughs> い,いらっしゃる, <laughs> いらっしゃる 6 7名いらっしゃるさあじゃるじあいくらかやいやいやいや,いや <laughs>、ね、これはもうね,ねプライスレスで思い出でございますけどはい、はい、すご <laughs> 素晴らしいですね今まで貴重な、えー、貴重なグッズになりましたよね、えー、今日持ってきてないですよねまさかね。 <laughs> 家に貯蔵してあありりまますすねはいいがとうございますじゃあ続いてはですね、はいえー、聖地もうスター・ウォーズの公開された聖地といえば日劇でございますけど、うん、40年前といえばですね全てのスター・ウォーズシリーズをこの上映してきました、うんえー、スター・ウォーズの聖地といわれた日本 本劇劇場、ね、いわゆる日劇がありました<劇>ちょうど今あの後ろのスクリーンにも映っておりますけど、ねえー、2018年の2月に惜しまれながら閉館いたしましたけど、はい、この日劇の意思を継ぐ劇場として誕生したのがここ東方シネマーズ日比谷の、まあ、すぐそばにね、はい、あったわけなんですけど、えー、お二人も日劇で「スター・ウォーズ」ご覧になったことってございますかいい僕僕ははないですね地元っていうか フラフラしてるところが新宿だったんで大体新宿の新宿プラザ劇場って昔の今の東方シネマがあるところにあった大きな劇場で日劇にも負けないかもしれないっていうぐらいの大きなスクリーンはそこだっていうんでそこで見た覚えがあります僕地元が横浜なんで館内の映画館で見ましたね僕はあの 渋谷だったので渋谷の東方さんで見たんですけど親とも一回確か見に行った記憶はあるんですけどねね看板が大きいんですよこここれあれでしょあの今だったらねこうデジタルでプリントアウトしますけどこれ手書きでしょ手書きで書いてたわけですからねいねこれ当時日劇でご覧になったってこといらっしゃいますか手挙げてくださいおわ素晴らしいですねちなみにこの中でさっきのポスター持ってるって言って手挙げた方合わせて手を挙げられた方 3人残ってます。どんんななゲームなんですかいや、か今日あのいくつか質問するんで、うん、全部手挙げたる人いたらどうしようと思って、す<あ>晴らしいことなんですけどね。というわけでございまして、いやー、まあでも嬉しい限りですよね、ねこれだけファンの皆さんがね。で、これまではです、ね、本当にあのここまでのいろんなスター・ウォーズの,あの歴史をです、ねえー、お話してきたんですけど、これからのスター・ウォーズのお話もさせてください。はいねえー、先日行われましたスターーーウォーズセレブレブションで 映画三作品が新たに発表されました。ね、そうだもう、みんな、握手。そうだそうだ はい、待ってた、映画の話ってね、皆さん、はいえーまあ、今、分かってる限りでお伝えしますと、ですね、まあ、デイブ・フィローニ監督作品、マンダロリアンシリーズのフィナーレにあたる作品、これちょ、まあ、真ん中のちょうど時期になるわけなんですけど、えー、そして、千載監督作品、スカイウォーカーの夜明け,夜明けの15年後を描く、デイジー・リドリーが演じるレイが戻ってきます、そして、ジェームズ・マンゴールド監督作品、エピソード1の今度はかなり戻ります、約2万5000年前が舞台に。 いわゆるフォースの起源だったりとかジェダイのそういった頃に戻るとそこ,そこにスポットを当てる可能性があると思い5000年前のねこれ今までお話の中では出てきても、うんあのー、映像化されてないわけですからす、ね、この3作品が発表とお二人はいかがですかいややもう全部楽しみですけどどね,ねただやっぱりディブフィルモニのの、まあ、真ん中の まさに戦士と言われるような多分、成功法のど真ん中行くはずなんでまずこれを十分味わってから1万年前に行ったりとかサイドストーリーのそうにそっちへ行くっていうのの楽しみ方が多分あるんじゃないかなと思ってますね。でもね、ドラマシリーズをあれだけ広げてくれたフィローニがやっぱり映画作品も監督されるっていうところにおいては非常にちょっと期待感も高いところもありますし。僕かもずっととジェ ジェダイをね、ええ、ずっとやらせてもらってるんで、うん、やっぱそのエピソードワンのね、そのね、二万。何千年前の。二、はい、万五千年。それは結構気になりますよね。うんうん、すごい時代ですね。もしかしたら、石かなんかでできた。 最初の石から石から切り出す、いやー、それはどう <laughs>、ねまあ、いろんな楽しみがこれからあるわけなんですけど楽しみといえば、ですねさらに、えー、その話題作品が続々と発表され、えー、レジェンドたちが登場するスター・ウォーズ、究極の祭典、スター・ウォーズ・セレブレーションがなんと、2025年、日本で開催されることを発表しました。いいいやいやももううすすすすぐぐじゃないですかやでかよ,すぐですよ これ、そうですよ、あの2008年に第1回目開催、日本で開催された時行った人、手を挙げて、これは結構いますよね、これは僕自身も手を挙げてますけどね、はい、行きました当時、嬉しいですよね、でもこの究極の祭典が結構そ,そこまでそんな間を空けず、だって世界中が候補地の中で、こうやってまた日本にね、第2回目、戻ってきてくれるっていうのはね、すごく嬉しいですけど、このニュースを聞いて、あのお二人はいかがでしたか。 僕的にはあのー、昨年ね、あのー「オビアンケノビービ、あのー、シリーズをやらせていただいた時にちょうど、まああのー、リモートなんですけれどもン・マクレーガーとそう私 MC をさせていただきましたからね,ね中継で「ユアンと会、えー、ってお話しすることがあって、はい、でその時に、まあ、なかなかね「ね u a ン日本に、ねあのー、来てないので、はい、いやもしねそのチャンスがあったら。 ぜひ会おうって話をして、ユアンの方からも、じゃあ、ぜひディナーをしようよ。ディナー、ディ dinner って言ってましたからね、そうですよね。だから、それ実現させたいですよね。もう絶対、来たら張り付いてた方がいいですそうですね。ずっと張り付いて張り付いて。これ持ってね。そのまま幕張から車で、お食事の方に行かれて。そうですね。何がいいですか。アンケート取りますか いや何がいいかなって好きなものね食べ、ね、に行きたいものね、うん、まあだからここからもう楽しみが本当にたくさんあるわけなんですけど金田さん自身はどうですかこういうスター・ウォーズの祭典で、ね、世界のあちこちで行われてるわけなんですが日本で開催されるは僕はですからほぼクローンやってますからあのー、全クローンを集めようぜとかねあ,かあのー、あクローンサミットとか、ね、あクあそれやってほしいですね最中のクローンん読んで読んで あとはあの本当にこう一番の時々こうファンサイトであったりするけど、ええ、一番のクローンの大ファンは1位は何なのかなってところで、うん、なるほど皆さんにとってもちろんジャンゴから始まってはい、はい、ボーバーそしてジャンゴーボーバーそこからねーー出てるんですけど、ねはいまあ、コーディーなのか誰なのかみんなにとって,って,ってことですよねの中の1位は何なの,、はい、のかなってのは、ね、すごく。 楽しみですね。やってってほしいですね。でもそれ実際に開催されたら金田さん一瞬も休めないですよね。ねずっと会場に張り付いてないとトイレも行けないですよね。<laughs> ですよね。でもそれぐらい楽しそうなお祭りになるじゃないですか。何でもやりますよ。いやいやいやもうお祭りですからそこはみんなで楽しみたいですよね。<laughs> ちなみにあのさっきの質問全問手挙げた人いますか おうわ、二人もいる。じゃあ僕から問題もう一個足そう。えっ、ー、とこのだからジェダイの期間、えー、が、あの公開されたちょうど、えー、1983年に登場したあたりのスター・ウォーズのゲームもやってたっていう人。あ、俺だけ？<laughs> <laughs> あたりのスター・ウォーズゲームやってた人いますか？あ、いらっしゃった。こえ。あたりの。あ、あたりのこうやってゲームセンターであったんですよ。ええ<ー>。家のゲームじゃなくて。家のゲームじゃなくて。ちょっと聞いていいですか？ あの僕スターウォーズのモノポリー持ってるんだけど。<laughs> 持ってる人いますか？いる人いますか？いたい,<る>いたいるいたあ。良かった。った <laughs> やっぱここにいる人たちはすごいなあね。ありがとうございます。いやまあ、とにかくはるか彼方のですね。銀河系の物語スターウォーズ本当にね。ここからもうお祭りが毎年続くようなもんですけど、2025年はこの空前のエンターテイメントね。宿泊すると祝福すると,とともにですね。究極かつ最大のイベント日本でえ席、ー、巻すると。 まだまだこのシリーズが続いていくね、えー、楽しさを皆さんと一緒に、えー、共にしていきたいなというふうに思っておりますありがとうございますさあまだまだいろんなお話をお伺いしたいところなんですけどそろそろお時間ということで最後にですね会場にいる皆さんそして、えー、世界のですねスターウォーズファンの皆さんに向けて、えー、ゲストのお二方よりメッセージをいただきたいと思いますまずは森川さんお願いいたしますはい、えーまあ、この後ね皆さんあのご覧になると思うんですけれどもこれもあの初の えと初デジタルデジタル場ということで、えーえー、僕も見たいなというふうには思っているんですけれども、あのーまあ、これだけ、ねえー、毎年毎年、「スター・ウォーズの日」というのがもう、ね、こう世界中で盛り上がって、えー、皆さんとともにです、ねえー、常にこう、ね、広がりを見せるこの「スター・ウォーズワールドを」を、えー、皆さんと一緒にこう楽しんでいければ嬉しいなというふうに思っております。でまたね、えー、ぜひ 今度は、えー、まあ来年もまた再開するとして、えー、前全勝戦としてね、えー、今度は25年のね、えー、盛り上がりに向けてそうです、ね、ぜひ皆さんと一緒に楽しんでいければと思います、えー、本日はどうもありがとうございましたありがとうございます加代田さんお願いしますあの、えー、25年動いてるかどうかわかんないんですけどす <laughs> 自分として動いて,動いてます動いてます、うん、あのやっぱり この芸能のこの世界に入って僕は一番言いたかったセリフの一つがあのまああの半ソロのレイヤーが「I love you」っていう時に「愛の」っていつか使おうと思ってまだ使えないっていうね日常ではそれは無理なんですけどでももう一つ誇りを持ってるのは「フォーストと共にあらんこと」っていう言葉をあの言わしていただいてるっていうのが今でもこれはこの「スター・ウォーズ」に関わっている僕としては一番の。 うん、誇りになってますやっぱメイザフォースビビーズユーっていうのはこの5月4日っていうのはもう自分にとっては一番大切な日であることは間違いありません今日それを皆さんと一緒にあの時間を一緒に過ごしたこと、を大変幸せに思っています。二十五年にまだクローンがいたらば、いるかもしれませんけれど、その時はまたよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。 インペリアルマーチが流れてきたってことはちょっと今日あれライトサイドに包まれてたのにここでひょっとしたら帝国軍からやってきたダース・ベイダーを筆頭になんか今日いつもより人数が多いぞダース・ベイダーストームトルーパースカウトトルーパーそしてタイファイターパイロットですすごいポーズ取っていただいております ちょっっと待ってくださいスカウトトルーパーとタイファイターパイロットこういうい公式イベント見たの初めての気がしますけど、はい、じゃあちょっと中に入っていただきましてタイファイターが、あのーあのー、この日比谷の駐車場の立体に入らなくてさっき大変だったっていうね立体駐車場入らないからって言われてましたけど。ええ